俺も初めてやった。え、これ？うん、俺自分のインスタグラムやってないから。え、めっちゃ見てんじゃん。今仕事してんすか、みんな。タクヤもう出ないよ、今日以降は。え、仕事全然してないよね。カリカリ梅食べてる。ゆうた誕生日おめでとう。ゆうた、鏡の前から離れなさいよ、今。ちょっと来て、ゆうた。ゆうたくんって言ってるよ、みんな。こう言ったよね。うわ、いやいや、レオも来いよ。何その横で言ってるパターンのやつ。うわ、すごってか、もう90人も見てくれてる。早いね、りょうがの。え、早くない？え、みたいにも書いてんの俺。ゆうた顔出してた。はい、うん、はい。いやいや、お前はいいね。変な感じ。いやいや、お前もおはようって書いてる。変な感じになってるから今。すごっ。レオもね、ちょっと今お仕事中。ちょっと待って。え、漫画読んでるやん。あいつ。おい、俺みたいに、みたいに。レオ、レオ早く。じゃあレオ、レオ。わーい、来たじゃん。どういう感情やね、今。ここ入ってんの？これ、入ってる。ここ入ってんの？入ってる、入ってる。え、聞こえてんすか、これ。聞こえてるよね。聞こえてんの？聞こえてるか言って。ねえ。聞こえてる？お前は、お前は同じ楽屋だから。隣にいるんだよ。お前は今いるからな。聞こえてる？あ、鼻声って言ってる。ちなみに今日ライブ来る人。確かに今日はこれ面白いよ。ライブ来る人、いいね、いいね連打して。いいね。川崎のクラブチッタで、ライブですよ。これってタイムスケジュール今日出てんの？出てる。出てんの？うん。8時20時半かな。あ、そう、20時半からだよね。なおこ、でも何分やるかは知らんの。そのままだ。次俺ら。そうだ、最後。え、みんなめっちゃ見てんじゃん。こんな見るんだね。意外と見てくれてるね。マジ携帯依存症じゃん。そうだよね。すぐ見ないとこれ見えないもんね。うん。ゆうたは何？なんでライブ中に。確かにね、ごめん。今ね、外ライブしてるもんね。確かに。え、ちなみにワンマンライブ、やかましいやつ俺は。ワンマンライブが5月4日と5月6日にあることをみんな知ってんの？ゆうたくん、うるせえって言われてるよ。これだからさ、この音拾っちゃってんだよ、こっちが。あ、そういうことだ。拾ってんねん。ワンマン行くに決まってんじゃん、イエーイ。知っとる、知ってる。何の話だっけ、知っとるって。知ってる。いや、ワンマン。なんかあれだよ、噂によると1人10人連れてこないと入れないらしいよ。あ、マジ？うん、そういうシステムだ。うん。今、りょうがフォロワー増やそうとしてますからね。そうだよ。皆さんのお力を。そうですよね。100人いたらだって1000人来るわけでしょ、1人10人。そうだね。そしたらもうすぐじゃんよ。そんなのさ。あ、みんな来てくれるんすね。撮ってる、知ってるけど行けないっていうね。修学旅行どこ行くんだろうね。修学旅行、修学旅行でワンマンライブ来るっていうのはどうか。あ、確かに。そしたらもうさ、ね、一気に、うん、ケイタがそれやばいなって小声で言ってますね。それやばいね。うん、みんな来たらいいと思うんだ。まだ迷ってる人とかいいんじゃないの。確かに。まだ迷ってチケット取ってないよって人は、時期的にゴールデンウィークやからスケジュールが分かれません言うて、ね、開けてる人もね。そうっすね。一人連れていくよ、ありがとう。グアム、おい、俺が行きたいわ。グアム、グアムでやろうか。うん。鼻声突っ込まなくていいわ。迷ってるってことこれ。はーいっていうの。行けたら行くわ。行けたら行け。いやいや、来てよ。そうっすよ。だから行けたら行くって 100% 来ないときに。チケ早く取って。今、インスタグラム、うん、インスタグラムは今何人フォロワーがいるんですか？2900、今、四捨五入したら3000かな。うん、
でもまだ3000いってないんですか。うん、3000超えてないね、うん、とりあえず今日ね、今日はもう今日もう3000超えようぜ。今日そうね、そっか、ペース的にはもうもうそれはそうです、超えたい。だから3000超えたらまたあの本番前にこのライブがある、ライブ配信ある。ああ、それありだね。本番前に本番前、やばいね。本番前。いや、それしちゃうとさ、みんながアカウント増やしてフォローしちゃうんじゃん。タクヤハートになりすぎだって、ここいいねをしたらハート来るからさ、タクヤにハートが全部吸収されてるみたいな。俺食べられる。あ、食べるやつ。あ、面白い。加湿器みたい。面白い。みんな増えてきた。喉破けそうな音。今日友達フォローしてはったよ、やって。やった。いや、マジで。ありがとうございます。ですから、ありがとうございます。今日3000行こうよ、とりあえずさ。それあと何？ケイジさん100いないぐらい、いないぐらい。900は言ってたよね。なんか900は言ってるから100はいない、うん、だから100いったら余裕です。あと15人、うん、あと15人。あ、だから今みんなその仕事してると思うんで、その隣の席の人にの携帯を触ってフォローボタンだけ押してしまえばいい。触らないでください。押してしまえばいいよね。確かにね。とりあえず1回フォローしてって言って。そうでですよ、そのインスタグラムっていうのこういうことができるんだよね。そう、ライブがね、ライブ配信とか、うん、あとストーリーね、ストーリーできるね、24時間ですね、うん、とか、そこはもうそれに比例してね、僕らもやっていきましょうよね。ね、岸本さん、Your hairstyle look どっちだよ、ね、なんでここになるんですか。岸本さん、僕出る側じゃないんだよ。お前絶対出んなよ今日。してます。たまにこういうモード入るんだよ、ね、今日多いね。今日はまあ後でね、ゆうたとかも参加してますけど、うん、ええ、じゃあ3000だね、とりあえずね、うん、今日3000でですよ。そのまあメンバーもね、そのこの両ガスタグラム、両ガスタグラムはちょっと充実させていくっていうことですから、まあ逆に皆さんがこうこんな写真を見せたら、うんうん、私も友達に紹介しやすいみたいなのがね、あったら私たちもなんかそのアップしてきますよ。確かにね。まあ今でもちょっとあのこのお礼礼を言うたあたりはインスタちょっとちょいちょいね、まあ頻繁にアップもしちゃったりとかしてるけど、うん、でさらにそのそこで両ガスタグラムを見て興味持った人が、まあまあ慶太郎は普段どういう、うん、まあこうことをして過ごしてんのかなみたいなのになって、慶太郎の個人のインスタにたどり着くみたいな。そうね、うん、どうですか。まずはこのグループの魅力をこういうもので発信していきましょうと。まあいいね、いい時代になりましたね。そうだよ、でこんなん見れなかったよ昔、うん、全然わかんないもんね、俺知らねえけど昔、うん、40年前ね。あれだよ、まだあのぐるぐる電話っすよ。グルグルで言うダイヤの式。はい、登場、イモムシの頭。こんにちは、イモムシじゃない。でもライブ配信だから、うん、これってこう喋れるわけでしょ、うん、まあ、そう、そう、そう、だからリアルタイムだよ、リアルタイムね。だから、うん、自分の髪型は今ファンの人にどう思われてるか聞いてみる。それはいいと思う。それはいい。絶対この場で絶対言われるよ。この場でケイタのこ、あ、自分で聞いて。ケイタこれだってケイタ生で見てない人多いよね。え、ちょっとこれ動いてる映像なかなかないんじゃん。高橋さんいてよ。なんだ、自分で聞いて、自分で。寂しい。自分で。僕の髪の毛どうですか。でもこれすごいんだよね。これはなんていうの。実験失敗してねえよ。なんていうの。これモップかな。モップだよ。高橋さんの髪の毛が動いてきてるよ。ケイタに聞いてるのに。一番おもろいのはえっていう派なんだっけ。ちぎれてませんか。ツイストパーマ。パーマね。うん。でもやりたかったんだもんね、ずっと。そう、やりたかった。これはやりたかったです。そうだね。なんかどうですかってきて、うん、モップっていう言葉が大半だけど、ね、多いね、うん、あんまだからモップが何しても可愛いよっていいじゃん。掃除しに行ってあげるよ。クラスに1個置いてあるやつな、ほうきと後ろに入ってるやつね。そうそう、あ、耳をこしこし。俺は俺の髪型どうですか。俺の耳をこしこし、いろんな耳をこしこし色が入ってりますけども、入ってりますけど、最近日本語おかしいんだよな。それはでも結構大変だったんじゃないの、カラーするの。俺、うん、これか大変だった。6時間ぐらいかかった。うん、そう、なかなか見ないよね、そういうカラー。あ、でも続々とこれ見る人増えてるじゃん。そうですね。イエーイ、すごい。あ、俺なかなか、
ありがたい感じじゃないこれ。かな、ね、おお。でも奇抜に合うね。ケダルさんいいな。かっこいいっていっぱい来て。あざ長。あ黒がいい。まあ、黒もね。でも、ね、巻き毛は黒ですからね。いやあ巻き毛染めるんじゃん。聞きたいのは、うん、そのケータロウの髪の毛立てるのはどうかっていう。ああ立てた方と下ろした方どっちがいいですか皆さん。分かれそうだな。普通に。それも結構タイプあるよね。そう、うん、聞きたい。俺立てる方が好き。俺も立てんの好きだよ。あのリーゼントみたいなやつ。うん、あ黒もあるね。ちょっと時間差あるからコメントは。タイムラグね。だってまだ脇今脇毛だもん。あ下ろしてる。下ろ引いてる。おろしてる。おろしたの。おろしとるの。どっちも好き。ええ感じ。ああ絶対おろすよ。おろす。おろすはもういいわ。おろしてくれもういいわ。あれ女性にはやっぱおろした方がね。でも、うん、ほらそれはやっぱそのアップしてもかっこいいぞって言わせる。まあそうですね。そうね。そうね。だからケイタも別にねこれ。うんこれでもケイタいいねがいいねがお花に入ってケイタいいねがお花に入って言ってますけど次よあそっかそうですねそうだよ勝つわだから今回のリリースイベントも、まあ、僕らもあんま同じことやってもしょうがないですからねうんそうねなんかそういう髪型とかでもなんか変えていきたいだから、まあ、ファンがなんか絶対こういうの似合うよってねみんなが言ってくれたら逆にそれにするパターンだってあるかもしれないしねあ言うこと聞くんすかケイタロウさんはいや、それをあこれマジでもでも俺やりたかったやつなんだよねってなったらやるあそう、うん、いや何そのお前いいやれば勝手にみたいなあ三谷さんは赤髪見せたんすか、はい、俺はそうですねそうあんまりねあの今回はあの黒い期間がちょっと長かったんでチャンレオなんかあのいつもは明るい髪色に赤を入れるんですけどちょっと分かりづらいんですけどでも今赤だよねちょっと、ね、ちょっと赤っぽいの入ってるんですよではちょっと黒の期間が長かったんで赤ってあの重ねるごとにあの深く入るんですよね色が濃くね入っていくんですけどでもなかなかねでもレオの場合あれじゃない黒の方が好きだったって人もいるんじゃないちょっと黒の時結構人気だったくない黒髪あんまやってないから、うん、やったことないからやっぱりっこのトマト野郎とかそこで変身するちょっとすいませんあ俺じゃないよまあ絶対タクヤでしょうねすいませんこれ面白いねカメラがないところで何してんだこれ面白いよこれは面白い楽屋配信ちょっと面白いよこれ岸本さん、うん、岸本さん、うん、顔ちゃんと見せた方がいいんじゃないですかじゃあちょっと映る側じゃない映る側じゃ映る側だろお前映りたい側だろバッチリメイクしてんじゃねえか映らなかったら今日何しに来てるちょっとゆうたさん呼んでこない呼んでやるゆうたほらはいどうも来ましたほら岸本さんみんな待ってました言うて結構見てるよいや喋んないちょっと161人見てますようんお、本当だ、まあ、あんまりまた俺の犯行みたいなやらないですからあ、なんかね外国の方も来てますね Everyone left 眉間にシワ寄せてんなよってケータから来てますねあぶっ飛ばしてきます俺はびっくりしたゆうたくんって言ってるわ何ですか天使ありがとういつから天使になったの今ブラジル行ってくるっていうおいいですねブラジルかかってこいゆうたも髪切ったの僕切りましたよ1週間前ぐらいですねみんな切りましたよねそうだねみんな一斉のので切ったね、うん、あそうだよね舞台楽しみっつってねああ舞台出ますもんね僕らねやりますね舞台チームじゃないでもさまだみんなその舞台のあんま全然知らないのかな知ってんのかなもうどういう2人がどういう絡みするみたいなことはいやまだわかんない、まあ、舞台化が初やからどこをこう、うん、舞台化にするのかアニメはやってたんですけど、うん、まだね、うんどこ舞台の前例がないんで、うん、どこをねこう、うん、どういう風に演出してくるのかまだ分かんないんでね僕らまだ知らないですよね
そう、うん、なるほどね。まあ舞台始まったらその舞台の写真とかは、うん、個人のインスタにあので見てたりするとね、そうですね、いうことですから、まあ個人の方のフォローも皆さんしてくださいと、うん、お願いします、いうことですかね。そういうことですね。結構やったんじゃん。結構やったね、これね、うん、フォロワー増えたかな。あ、じゃあこれで決して増えてなかったら、これでそうだよ、もう3000いってたらいいじゃん。うわ、これで決して増えてなかったらどうする。いや、もう二度とライブ配信ないよ、そんな、ね、でもみんな見てるから広められなくない。あ、確かに、だから出てみるの。 How your practice going? なに、練習に行くと。あー、でもあとあとちょっとよ、あとちょっと、お父さんのプランプすごいねって聞いて、アメイジングですけどね。 Thank you。 このライブ配信終わって、期待しましょう、フォロワー増えてること。そうだね。で、増えてなかったらもうライブ配信なしだそうですよ。ライブ配信なしにしますからね。今日レア、お、川崎ナウ。まあでもそうですよ、ライブの様子とかはみんなちゃんと聞いてたかな。ライブ配信してたけど、こういう様子とかってそうっすよ、初めてやるよね。ね、初めてだよ。いや、こんな機能あったのになんでやんなかった今この人どこだろう。楽しいですよね。うん、たまにやるからね。すがらの、あ、見なかった。ちょっとずんずんちゃうんじゃん、鼻がねめっちゃ鼻噛んでるじゃないですか。じゃあ切ります、そろそろ。そうだね、うん、じゃあみんなライブ来るんだよ、今から。来るんだね。仕事頑張ってね。頑張ってね。ワンマンもよろしくね。さあ、ワンマンよろしく。よろしくね、みんな。5月にワンマンライブあるからね。どうも。迷ってる人絶対来てね。じゃあフォローしてね。